独自の動画を作って特殊詐欺の被害を防ごうという取り組みです。動画に出演するのは本物の警察官。撮影の様子を取材しました。新潟県信用組合の新津支店は業務時間の真っ只中です。お金を扱うこともある窓口は緊張感が漂いますが、今日は別の意味で緊張感が漂っています。多くの人が集まり、実際の店舗を使っての撮影が行われています。レディーアクション。行われていたのは特殊詐欺を防ぐための動画の撮影。300万を下ろしたくて、はい、よろしくお願いいたします。女性は会社の金をギャンブルにつぎ込んだ息子のため300万円を下ろそうと慌てて窓口にやってきました。しかし、大変失礼しました。警察からの要請もありまして、簡単なアンケートでございます。私が読み上げますのでご回答を。警察なんて関係ないでしょ。私がお金を下ろすのになんで警察が出てくるんですか。女性を説得するのは本物の職員たち。あくまで架空の設定ですが、リアルな演技が光ります。続いて登場したのは本物の秋葉署の警察官です。そうです、警察です。私からも息子さんに電話で確認させてもらいましたが、間違いないですね。これはオレオレ詐欺です。新潟県信用組合の店舗では高額な引き落としの際は念のためアンケートに答えてもらうなどしていて、特殊詐欺を防いだケースもあります。職員、そして本物の警察官の実際のやり取りを動画を作って発信することで特殊詐欺の被害を防ぎたいといいます。地域の方々が少しでも自分の大事なお金がこういった詐欺で取られることのないように、日々継続して啓蒙活動、また窓口での防止活動を続けていきたいと思っております。アクション。動画は今年3月に完成予定で、検診のホームページに掲載されるほか、高齢者施設などで流したいということです。